はい、どうも、武田クリーニングです。こちら、カナダグースのダウンベストになります。ちょっと今日はね、カナダグースのお話をしたいなというふうに思います。表から見るとね、ダウンなんですが、このダウン独特のこのキルティングがありません。裏から見てもこうはっきりとした縫い目が見えるわけじゃないんですが、このように段がついていて、この裏地の中はキルティングされていることがうかがい知れる状態です。で、素材を見ていただきたいんですが、素材がですね、ポリエステル表地ポリエステル 85%、綿 15%、 裏地ナイロン 100%、 中綿がダウン 80、 フェザー 20、 お洗濯液表示がドライクリーニングになっております。化学繊維 100% のシャカシャカするようなダウンジャケットと比べると、明らかにその綿が混紡されている独特の質感で、結構厚手の生地が使われています。黒とか、これ紺色なんですけど、黒とか紺とか濃色系のカナダグースとても多くて、で、綿素材が混紡されている特徴として、どうしてもすれの多い部分がしらけてきてしまいます。これは自然な感じのエイジングで、誰が着用なさっても同じように変化してしまうものです。で、これはですね、着ている時だけでなくて、やっぱ洗う時もそんな風になってしまう可能性があって、毎回ご説明させていただくんですが、ダウンって、必ず機械力をかけて洗っています。このキルティングの中にダウンが入っていて、今パンパンな状態なんですけど、洗う時にですね、この中で中綿のダウンが動きます。潰れたりします、偏ったりします、場合によってはダマになったりします。それを元通りこうやってふっくらした状態に戻すには十分な空気を含ませてあげる必要があります。そうするとですね、コインランドリーにあるような大きな回転式の乾燥機をかけるというふうなことが必要になってくるんですが、そうしますとやっぱりすれが、機械にすれてしまうというふうなことが起きます。なので、そうならないように裏返しをしたり、ネットに入れているような工夫をさせていただくんですが、でも洗うことによって多少はそういったことが起こりうるというふうなお話をさせていただいています。ただ、カナダグースのダウンはものすごい数のメンテナンス実績がありまして、もう数え切れないほどありますので、ここは一つ私の実績にね、お任せいただければなというふうに思います。どのクリーニング屋さんも同じなんですが、何一つ得なことがないので、わざとね、お客様からお預かりしたお洋服の状態を悪くするなんていうふうなことはないんですけど、でもやっぱり素材の特性を理解して、洗うというふうなことが必要なんじゃないかなというふうに思います。大変人気のあるブランドで、最近は女性の方もね、かなりたくさん着ていらっしゃいますので、どこで洗おうかなとか、どうしようかなっていうふうなことでね、年々こう汚れが蓄積してきてずっと洗ってないんですなんていうふうなことで言うと、汚れがひどくなりますので、洗浄力を重視した作業をしなければならないですし、負担も大きくなっちゃいますので、おすすめはやっぱり年に1回ぐらいはね、洗ってあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。そして縫い目のしらけに関しては、自然な感じのエイジングとして、カナダグースのいい味としてね、受け入れていただければななんていうふうに思います。これベストだから袖がないので、そんなにしらけ出てないんですけど、袖があるとどうしてもその肘から下のところにね、よくしらけが出てます。よく見ていただけると、あ、これのことかなんていうふうに分かっていただけるんじゃないですかね。今日はカナダグースのビフォーアフターではなくて、カナダグースの素材のお話をさせていただきました。あ、それからもう一つ忘れるところだった、撥水です。時々ね、カナダグース撥水加工 してくださいというふうなお客様いらっしゃいます。いろんな撥水加工剤があるので、例えばスプレーをシューッとするような撥水加工であればできないことはないと思うんですが、当店ではそういった撥水加工をしてなくて、
濡れるというふうなことを前提に着るようなお洋服、スキー、スノーボードウェアであったり、アウトドアブランドのレインウェア的なゴアテックス素材のものであったり、水洗いできるもの、そして雨や雪に濡れることを想定して着るものに関して撥水加工させていただいていて、それはですね、スプレーをするようなもんじゃなくて、撥水加工液を調合して作ってその中に漬け込むというような作業なので、もともとその撥水性を重視して撥水性を訴求して、作って売っているダウンじゃないので、カナダグースの場合は。だから雨が降った時にカナダグースのダウンを着ようとはならないと思うんですね。それにもともと新品の時から撥水性ないですから、あ、なのでする必要はないんじゃないかなと思うんですが、でもお気持ちはわかります。撥水加工をしていると急な雨急な雪で濡れなくて済むんじゃないかとか、あとは汚れもガードしてくれるんじゃないかとか、それによって洗う頻度が減るんじゃないかとか、新しいうちにしておいた方がいいんじゃないかとか、お車のコーティングみたいな感じでね、汚れがつきにくく、簡単なメンテナンスで綺麗になるなんていう風なイメージで言うと確かにそうかもしれないんですが、余分なものをつけてしまうという風な、まあ余分なものというとちょっと言い方があれなんですけど、でもまあ自己責任で、自分の判断で市販品をしていただくのはいいとは思うんですが、当店で、は水洗いできるよって書いていないもので、もともと新品の時に撥水性を意識していないものに関してはしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。結構ね、厚手の生地ですからね、防寒性は抜群だと思うんですが、ちょっとやっぱりね、防水性とか撥水性ということで言えば、まあちょっとね、弱いんじゃないかなと思いますけど、そんな感じで、覚えていただければと思います。当店の動画の概要欄にですね、ホームページのリンクなんか貼ってありますので、なんか聞いてみたいこととか、そういったことがあればお気軽に何でもご相談してみてください。よろしくお願いいたします。それでは失礼します。カナダグースのお話でした。